全然頭に入ってこない。ああ、もう何なのこの感じは。すっきりしないな。あの子のことを考えると胸が締め付けられる。こんな感じ初めて。他の男の子とはちょっと違うな。なんでだろう。まあいっか、そのうちわかるんじゃないかな。うん、よし、お風呂入ろ。よし、大将。当たり前よ、こちとら寿司屋の息子だぜ。いや、あまりないな。まあまあ、細かいことは気にするなって。教室に行こうぜ。お祝いのメッセージをどうぞ。突然言われても困るよね。まあね。こらこら、はるかが威張るところじゃないでしょ。あ、そりゃそうね。わお、冴えてるね。その通り。国立大学の医学部よ。どう？まあそれほどでも。はるかじゃないでしょ。いいじゃない、私も嬉しいんだもん。ありがとう、はるか。ありがとう。いいよね、これで卒業まで遊びたい放題だもんね。そんなに遊びほうけないって。またまた。まあちょっと羽を伸ばすけどね。うん、私は文系の大学に行く予定よ。確か本命だけ残ってるんだよね。受験はいつだっけ。年明けかな、確か。頼りないな。
だ自分のやりたいことがいまいち決まらないんだよね。難しいよね、進路ってさ。まあ、大学は4年もあるし、じっくり探してみるつもり。そうね、慌てる必要はないもんね。君も少しずつでいいから、何か考えておいた方がいいと思うよ。頑張ってね。よっ、大将、どうした？おいおい、どうした？お宝本を誰かに没収でもされたか？ん？どうした？ん？進路？そっか。まあ。なせばなるの気持ちを持っていればどうとでもなるだろう。座右の銘。お前は何か考えているのか？わかったぞ。国会議員で美人秘書に囲まれて、いいよな、メガネが似合う感じのさ。違うのか。ああ、そういえばそうだったな。今も変わらずなのか。なるほどな、進路か。なあ、刑事の話で思い出したのか。今週の一括デカ見たか？真犯人が乗り込んでくるシーンはしびれたよな。あそこは本当に渋かった。ここまで来ちまったのか、押し入れてか。冠かよ、うまい。よくぞここまで。と見てると思う。押し入れてか。お前はまだ分かってない。うまくいくかな。その必要はないわ。何？ズッキュン。あなたたちはここで死ぬのよ。もうダメだ。
安心なさい。すぐに後を追わせてあげるから。いやー、森島先輩ノリノリですね。あのドラマ最高よね。真犯人役で参加していただけるとは。なんか楽しそうなことやってるからさ、思わず混ざっちゃった。二人ともすごく好きなんだね。そうですね。かっこいいもんね。あのドラマ見てると警察も悪くないかもって思っちゃうよね。でも実際はすごく大変で、あんなに華やかじゃないんだろうな。大変そう。私にはとても務まらないだろうな。森島先輩なら刑事も似合いそうな感じっすけどね。ありがとう。私唐揚げ入りよとか、ブリキのお弁当箱に入った箸をカラカラ鳴らしながら帰ってきた旦那様に、はあ、今日もお弁当全部食べてくれたの、嬉しい、明日も頑張るねとか。うわー、いいですね。お仕事お疲れ様。お風呂にする？ご飯を先に食べる？生つばもんでした。ありがとう、二人とも。で、どうしたのよ、こんなところまで来て。まあちょっとね。ちょっとって、わざわざ校舎裏まで連れてきておいて、それはないでしょ。まあそうかもしれないね。あの子のことも。まあそういう捉え方もできなくはないかもね。何ズバリそうなんでしょ。で、どうしたの？なんでもない。で、どうした？年下って難しくない？年下が難しい？その、なんていうかな、
ミヤちゃんいるでしょ。あの子の妹さんよね。その可愛いからってこうすごく可愛がると嫌がって逃げちゃうし。逃げちゃうし。そのなんていうかちょうどいいバランスというか。らしくないわね。む？とりあえずいつものように本題をシャキッと言ってみなさいよ。ちゃんと聞くから。年下の男の子に甘えたら変かな。嫌われないかな。どうしてそんなにあの兄弟に構うの？え？それはそのそのほら、あの兄弟からは変な構って光線が出てるのね。構って光線ね。かまって光線にやられたハルカがうまい具合にあの子を構えたいと、そういうことよね。まあやられてはいないんだけどね。ハルカ、何？思いっきり行きなさい。え？どういうこと？今度あの子に会ったら思いっきり、しかも大胆に甘えてみなよ。でも私年上だし。それは大丈夫。女性に甘えられたくない男性なんていないわよ。そうかな。今度会ったらゴロニャーンって思いっきり甘えてみれば。私の分の掃除当番もよろしくね。うん、ありがとう響き。よし、今度かまって光線出してたら思いっきり可愛がっちゃうんだから。もうしょうがないな。いい？隙を見せているところを狙うのよ。特に背後から仕掛けるのが効果的ね。なるほど。よし、やるわよ。期待してるわよ。任せて。目に物を見せてあげるわ。楽しみね。
こら、ゲームセンターに入るなんてこの不良め。奇遇だね。一人でゲームセンターに来たの？今日は一人。君が入っていくのを見かけたから来ただけ。たまに響きと一緒に来たりはするけどね。君はよく来てそうね。ねえねえ、何か一緒にできるゲームとかないの？あれ何？占いもできるんだ。ねえ、やろうよ。わお、言うわね。占いに頼って何もしないっていうのは嫌いだけどね。こういう時に二人で相性占いとかいいんじゃない？レッツゴー。いくらなの？そうなんだ。はい、100円。なんか楽しいね。大型よ。どれどれ。どうだった？何それ、いいの？すごいの？低いの？もう一回やる。大丈夫。はい、100円出して。私のイニシャルは LH にして。うん、願い。あとは前と一緒でいいわ。うん、どうかな。ラブリーの L よ。うん、あ、そっか、君にはまだ話してなかったね。私の本名は森島ラブリー遥なの。ラブリーはミドルネームってやつね。正確に言うとクォーターね。ママがハーフなの。おじいちゃんがイギリス人で、おばあちゃんが日本人。ラブリーっていうのはおじいちゃんが私につけてくれたミドルネーム。まあ私の国籍は日本だから、ミドルネームが正式なものかどうかはわからないんだけどね。私はラブリーってつけてくれてすごく感謝しているんだけど、大体聞いた人は微妙そうな顔をするのよね。残念。え？もう、
君は時々そうやってびっくりするようなことを言うんだから。うん、本当は嬉しい。ありがとう。高校生になってからはあまり人には言わなかったんだけど、君には言ってよかった。そうかな。ありがとう。うん、リバプールってとこ。そうね、ちょっと遠いかもね。だからあまり会えないの、残念だけど。でも毎年クリスマスにはおじいちゃんとおばあちゃんが遊びに来るの。楽しみ。去年はおじいちゃんが持ってきた古いコメディ番組のビデオを一緒に見たの。ん？どうかした？なんとなくわかるくらいよ。アメリカの英語に比べるとイギリスの英語の方が聞き取りやすい気がするの。まあ私だけかもしれないけどね。あ、ちなみに喋るのはかなり下手よ。実はおじいちゃん日本語バッチリなのよ。そうなのよ、日本語の吹き替え版を見てこっちの方が面白いぞって言っちゃうくらいペラペラ。面白いわよ。今度一緒にビデオを借りてみましょうか。もちろん。ちょっとは女の子と仲良くなった？